えー、最近、アベマ TV ね、見た方多いと思うんですよ。このチャンネルの登録者で。で、私も見ました。で、Yahoo ニュースに今日出てますね。被、えー、差別部落のさらし、ネットと SNS で暴走しやすい、就職も交際もダメに被害を受けた当事者と考える差別のレジスト学び方。で、この当事者として、 え、川口康史くんと片岡良平くんが出てですね。で、なんか部落をアウティングする行為がはびこってるとか、自分も嫌がらせを受けたっていうことを言ってるんだけども。まあ、まず川口康史くん、僕裁判の時に川口くんに僕は聞いたんですよ。あなた、部落から部落にわざわざ、ね。 住所をね、移してませんかと。部落だっていうことをね、調べて、わざわざ狙って住所を移してませんかと。宇和島、新大阪、で山口市っていうふうに。で、認めてたでしょで、宇和島の実家についても、映像っていう形で出してたじゃないですか。DVD で。DVD で。かうん、あの、図書館とかね、そういう人権関係の施設で見られる川口くんが出てる DVD で、 川口くんの宇和島の部落の実家と、親父さんの顔、思いっきし出てますよ、実、実名も。で、新大阪にしてもね、あの、新大阪の人権強化にいたわけでしょで、あの、この前もね、再現ドラマ出したけども、そのセクハラ事件の現場にいて、で、自分黙って見てたんじゃないですか。で、その後、わざわざその山口市の部落にね、 えー、家を構えてると。で、その住所をさらされたって言ってるけども、あなた、川口君選挙に出た、出ようとしてたんでしょで、政治団体まで作って、えー、まあ、県の方に届け出て、で、さらに、電話帳にも講演会の事務所の住所を載せてたわけでしょそれ政治団体の住所なら、そりゃ、ね、いろんなところに出るに決まってるじゃないですか。で、そのことは全然、ね、 置いといて、その部落さらされたとか自分の住所さらされたって言ってるけど、それ自業自得じゃないですか で、まあ、その、裁判所に関しても僕はおかしいと思ってるんですよ。その、ま、まずその、紙はいいけどネットはダメっていうような理屈を言うのもおかしいし、で、いやいやいや、ネットでも出るような状態になってたじゃないですかって言っても、いや、裁判所はその、ネットで出てても、その他の人が出すのは違うとか言ってね、まあ、言い訳してるんだけども、まあ、本当おかしいと思いますよ、本当に。本当におかしい。 その、自分たちは、もう自分たちは正しいんだと、自分たちは全く責任はないんだと、お前らが悪いんだ。とにかくね、この、どうは解放同盟とかね、このプロ市民活動化してる人っていうのは、本当自分たちは絶対に責任を認めようとしないんですよね。自分は自分たちがね、出してて。まあ僕は別に川口君の住所をね、わざわざ晒すようなことはしてないし、ね。 別に、グーグルに出したのも関係ないですからね。あれ、電話帳に出したそれは政治団体として届け出たから、それは乗っても不思議やないでしょっていう話です。僕は別に乗せたわけじゃないのに。なんか、何でもかんでもね、なんか自分は悪くない。まあ、僕だっていうふうに名指しはしてないけども、なんか自分は悪くない。それで晒してる人間が悪いんだって言ってるけども、川口君の場合は明らかに違うじゃないですか。 ね政治活動をして、そうやって自分でブラク出身って言ってっていう経緯があるわけだ,だから。で、片岡良平君に関しても、あの人、親父さんがブラク解放同盟副委員長なわけじゃないですか。 で、そういう立場で、なおかつ、じゃあ、親父さんと関係なしにやってるかって言ったら、そうじゃなくて、あの、震災の活動についても、その、震災支援の活動についても、その、言ってたけども、それに関しても、ブラック解放同盟の活動としてや、やってたわけでしょ、まあ、やってたわけでしょ ?NPO 作って。ホライズン。ホライズンそのまんまじゃないですかあれ、水平者の水平ですよね。で、だから、ブラック、自分たちブラック解放同盟の関係者だっていうことを隠さずにやってて、 じゃあ、それで、それをね、改めてどっかのブラグ、ブログで書かれて、書かれて、さされたっていうのは、それは違うと思いますよ。で、その、親父さんのところにいろいろ嫌がらせの手紙が来たっていうのは、それはね、なんか、なんか、エロ、エロ画像とかそういうのが送られてきたっていうけども、まあ、まあ、僕はやったんじゃないですよ。だけど、だけど、そういうことをされるっていうのは、その、あなたがブラグ出身っていうのは関係ないですよ。その、まず、親父さんっていうのは兵庫のね、 兵庫のなんかまあブラック出身っていうか、まあ本当僕はあの人が、その、先民記念なの、なのかどうかっていうのは僕相当疑ってるけど、片岡なんてそれ兵庫だったら、いろんなところである名字だし。で、その後、埼玉に移って、そう、埼玉のね、あの、 まあ、埼玉県のブラ解放同盟のトップになってるわけでしょで、なおかつ中央本部の委員ですよ。僕はそれもおかしいと思ってるんですよ。なんで兵庫の人間が埼玉のブラックのね、解放運動のトップになってるんだっていうの僕は相当おかしいと思ってるし、で、その親父さんのね、片岡祐幸副委員長のことについては僕も色々聞いてるんですよ。僕も全部全部このチャンネルは言ってないけど、まあちょっと言いますよ。この前僕は、 この前っていうか、まあ、ちょっと、だいぶ前になるんだけども、その、東京の人でも、中断されて、職場も割れて、ひどい目に遭ったって、それで、その、なんか、活動、活動をおごられたとか、そういうこと、それ、あれ、言っとくけどね、あれ、片岡昭之さんのことですかね、僕はっきり言うけども、ほんと我慢ならんから言いますよ、僕。訴えられてもいいですよ、もう。ほんと、僕、そういうのちゃ、あの、そういう、僕は告発を受けたんで、で、片岡昭之さんは、あって知って、それは、 恨まれてもしょうがないでしょうあの、副委員長っていう立場で、その解放同盟がバリバリね、人を球断したり吊るし上げたりしたところ、現場にいたわけだから、そりゃ、そんだけ恨まれると思いますよ。あの、その、ウィキなんかでね、片岡さんとか、まあその家族の悪口いろいろ載せられてたのを僕も知ってて、えけつないなと思ってたけども、まあ普通だったらそんな恨まれ方しないもん、普通の生活してたら、悪いけども。まあ、かといってそうやって、そういうね、奥さんのこととか載せるのが僕はわ、 僕はそれを、がいいこととは全く思わないし、まあどっちかっていうとそういうことすんなは悪いと思うんだけども、だけど、その片、その片岡さん、親父さんが、そのブラック解放同盟の、ね、副委員長でバリバリ球団やってたっていうことをね、そのことに、そういう重要なことに触れないっていうのはおかしくないですかアベマティ。とにかく、その片岡さんと、この、えー、川口くんっていうのは、 その、その、その、いわゆるブラック出身者っていう、まあ、そういうカテゴリーじゃないですから。活動家ですから、バリバリの。で、自分でブラック出身って言ってるわけだから、アウティングも何もないわけですよ。自分で言ってるんだから。で、川口くんに関しては、ある意味、あの人自身がその、歩く、歩くブラック地瞑想感みたいなもんなわけだから、あの人の、まあ、住んでる人とか調べりゃブラックだって分かるような状態になってるわけだから。 僕もさすがにね、ちょっとアベマ TV おかしいと思うんですよね。ずっとずっともう同じ人出してる。川口くん出してる。<laughs> 僕、一応ね、あの、アベマ TV の関係者に、あの、僕も言いたいことがあるから、あの、もうコロナも終わったし、出演しますからっていうふうに送ったんですよ。まあ、未だに返事ないです。返事ないですよね。まあ僕も言いますよ、本当に。ちょっとおかしいと思う。まあ 一昔前でもね、その1990年代とかでも、こんな解放同盟べったりの報道しなかったもん。あの、テレビ朝日だって、あの、全日本同和会とかね、あとはあの人権連、あ、当時は全会連って言ったけど、共産党関係の解放同盟と対立するか、対立する団体の関係者なんかも出してましたからね。でも、今は本当に解放同盟、 の関係者ばっかし、しかも解放同盟の中でも、ほんと一部の人間しか出さないっていうのは、それはおかしいと思いますよ。解放同盟の中でさえいろんな考えはあるっていうのは僕は知ってますからね。ということで、まあ、その、まあ、このチャンネルのね、登録者っていうのは、まあ、み、皆さん、あの、知ってると思うんだけども、あの、あの番組をね、そのまま、額面通りには、あの、見てないとは思うんだけども、まあ、とにかくね、その、 あの番組は重要なことを隠してる。まあ、とにかく言います。あの、川口くんっていうのは自分でブラク出身って言って、自分の実家の映像とかも出してた人です。DVD で。その DVD、あの、鶴岡のとこで見れます。僕見ました。だから、川口くんの実家の場所も知ってます。今住んでる場所も知ってます。それは別に、別に、その隠されたっていうわけじゃなくて、本人が、本人がね、別に隠してなかったんですよ。本人が出してたわけですから。うん。まあ、それを、その、改めてネットで出すことの是非はどうとして、 どうとしても、でも、少なくとも川口くんがアウティングはどうっていうのを言える立場じゃないと思いますよ。ね。その、自分がブラク出身だって言ってね、自分の住所とか、その実家の場所を出すっていうことは、じゃあ、自分のじ実家とかね、住所の周りの人のことに、周りの人にね、川口くんがね、とてもね、許可を得たとは思えないですから、だから川口くんとやってることが僕はアウティングだと思いますよ。だから川口くんは討論しましょうわ。討論しましょう、アベマ TV で。 い,いくらでも討論しますよ。まあ、かぶ君逃げるかもしれないけど。 ということで、まあ、僕はそれは申し上げておきたいと思います。でももう逃げるんだったらね、ちょっと皆さん、あの、アベマティヒピに行ってくださいあ。あの、宮部を出せって言って、本当に。本当に今回出ますから、ちゃんと。僕もいろいろね、あってね、コロナ中が出れなかったんですよ。もう家族に止められたりしてね。うん、ということで、まあ僕はもう、あの、もうね、一回コロナにもなったし、もうワクチン打ちまくってるんで大丈夫なんで、スタジオ行きますから。ということで、まあ今回の件に関して、まあ私の言いたいことを、とりあえずこれだけ言っておきます。 ます